はい、リンゴルフをご視聴の皆様こんにちは。この人ご紹介します。あのマックス村井さんです。皆さんこんにちは、マックス村井です、はい、リンゴルフはアップバンクっていう会社が運営してるんですけれども、そこの代表的 YouTuber のマックス村井さんがいて、この人にゴルフを覚えさせようっていう動画を今まで撮ってきたんですよね。はい、ぶっちゃけ大してうまくねえんじゃねえ、同じくらい、うん、やってみよう。対決しますか。すげえ。おー、いった。お疲れ様です。どうしよう、ネスさん。はじめまして。はじめまして。結構上手に出ますね。こういう感じ。あ、さあさあ、すげえ速くなった。おお、すげえ上手。自信つきましたでしょ。いや、めっちゃつきました。じゃあリベンジ戦いきましょう。リベンジしよう。豆まで作って今日頑張ってますよ、はい、2時間も練習した。だから私はリベンジです。で、もしかしておじさん同士で回るのかってのは、そんなことはない。うん、ちゃんとリンゴルフの女性を連れてきました。お、じゅんさんです。じゅんさん、じゅんちゃん、じゅんちゃんです。ほぼ初めまして。初めまして。え、私はみやさんと戦うわけじゃないの？うん。あ、とりあえず、はい、一緒に回って、あ、うん、今バトったけど、まあ、ゴルフってこうなんだなってことは、この人の方が僕より知ってるので、はい、教わってください。ほぼ初めましての方に言うセリフではないですけど、はい、昨日までの私と同じとは思わない方がいい。昨日も知らないんだけど。この人知ってました？知ってます、知ってます。もちろん、もちろん。はい。お願いします。よろしくお願いします。では、私から行かせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。せっかく、あれですか、ネディーさん、私服のただのおっさんに、もうマックス村井じゃねえ、ちょっと先生からドライバーを封印されているので、なるほど、私にはこれでいきます。おー、おっと、おいていった、ダフった、そう、それ正解ありがとうございますあ、よろしくお願いします。お願いします。お互いダフり、ハンデ、ハンデ、ハンデ、ありがとうございます、ハンデ、ありがとうございます。あー、あー、やばい、考えすぎ、考えすぎ、拙者、先ほどまで敵は宮下と思っておったので動揺が隠せないでございます。いきます。はい、でもいい当たりしてます今。出ました。バシッ。オッケー。うん。おう、ナイス。また。おう。いい。上がった。が、うん、フェアウェイに戻りたい。ナイスショット止まって、のあー出ちゃった。あー、え、でもすごい、ありがとうございます。でも一度道を間違えた、ラフの方にね、次で三連射復帰。あーあーあー、結果が出たんですね、私は今。そうです、追い出されましたお、止まって、あ、よかった、おめでとうございます。1回戦目は順調な、はい、勝ち、私の勝ち。うおぉいい音、めっちゃ飛んだ。一回封印といていいですか。ドライバー打っちゃうんですか。禁止されるな、ドライバーを打ちたいですよね。打ちたいです、うん、打ちましょう。何素振りは2回までね、うん、オーケーです、わかりました。スロープレイで怒られました、うん、そうそうそう、素振りはじゃあ1回で行きます。行きましょう。おお、飛んだ、乗れ、あー、行きます。いい、ちょっと気持ちが悪くなりました。ね、ようやくナイスショットです。ちょっと前に進みました。何体を、体をちょっと、この、いや、凝り固まったこの関節を、そっかそっかそっか、よし、はい、いい、あれ、これ乗るんじゃん、めっちゃ飛んでます。やった、やべ、今回一番飛んだ、すごい、おー、すげえ、すげえ、うわ、すごい、届いちゃう、もしや、
嘘すげー、すげえ、ナイスショット。いや今ねすごいうまく打てました。えすごい、レバーウッドであんなに普通飛ばないもん。いい、強い、あっバックバック、いやめっちゃ飛んでる、80ヤード飛んだ。あ出たアプローチアプローチ、あのちょこんってやつですね、ちょこんってやつ。あれですか、ここはもうコン、コンのフェーズですか。あと間違えた、なんだろう、これぐらい、何が幅が、振り幅まだやってないんですよ。そうですよね、あ、クラブの振り幅あ、そう、そこでストップ、もう上げない、そこまで上げない、もっともっともっと低く、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 違う、クラブの、これぐらいです。あ、え、これぐらいで、うん、お、お、いい、惜しい、あ、うまい、あ、うまい、ホールワンと比べて差が縮まってきているのを感じてください。ピンちゃんのアドバイスのおかげでしょ。ありがとうございます次だ、よし、曲がらない、そんなに曲がらない、おお、でも入った、イエーイ。あ、そうですそうです、しっかり芝傾斜を読んでカップ1個ぐらいですね。私も同じ感じでした、カップ1個分になりました。じゅんちゃん結構ツッコミ苦手なタイプだ待っててもあんまツッコんでくれないと思うお、いい、ナイスパンチギリギリ、いやでもさっきと比べて、イエー、全然いい、あのワッパに入ってたの、いきます、はい、あれ、すごい、あ、うまい、え、すごいえ、すごい、え、じゅんちゃん、すごいいい、当たれ気合い入っちゃうんですよ、むずっ、謙虚に打たないと、謙虚か、今個人的にはかなり謙虚に言ったつもりなんですけどね、はい、言えちゃおうかなって思って、いや、俺それは思いましたそれは思いましたそれでさ、パーンってなっちゃうんですよ。あとこれがこう金属探知機でね、こうすいません、お客様の落としたイヤリング探してます、どうしたらいいんですか、誰か助けて、誰か助けて、イエス、あ、そうそうそう、届いてない届いてない、あぶなっこいゴルフお疲れ様でした。リンゴルフをご覧の皆様、私め大変お目汚しを失礼いたしました。反省いたします。いや、反省しております。原さん、僕仕事しながら見てたんですけど、練習と本番の違いって感じました？はい、全然違う戦いでした。で、このちょっと面白いってあれなんですけど、この悔しさとか思うようにいかないのがゴルフの醍醐味で、なんでこんなうまくいかないんだっていうのがもうずっと続く、そうです、一生続くっていうか、難しい、練習の時超うまくなってた、うん、それもね、2時間やってたんですもんね、すごい絶頂期が今日そこになっちゃってるんですよ、このままと、あ、今日の思い出の中の私のピークが今練習なんですよ、うんうんうん、このままじゃちょっと帰れない、でもゴルフってこれっすよね、そう、悔しさと戦いです、それをどう乗り越えるかがゴルフの
楽しさで、もう乗り越えようと思ったらまた次行くしかないですもんね。ありがとうございました。ありがとうございました。年末の企画でやってますので、まあたまにはこういうのもいいかなって感じで見てもらえると嬉しかったです。あとはこの動画、そもそも、うん、MAX 村井チャンネルで私 VS 宮下の流れで、うん、この2本目の動画来てると思うんですけど、この2本目の動画からさらに MAX 村井2の方に3本目の動画で続きがあります、うん、エキシビジョンね、エキシビジョンさせてください。はい、じゃあありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。